はい、皆さんこんにちは、ワナリングルフィです。信長の野望創造戦国立志伝真田池村大阪の陣シナリオ続きをやっていきましょう。前回ですね、こちらの大阪城に加えて高谷城、さらにはこの滝田城を抑えた状態で、スタートをすることができるように、まあ、前回ね、冒頭でなったんですけど、取った取られた取り返したっていうのを前回やった結果ですね、全く同じ状態になってます。ですので、今回は、ここからさらにね領土を広げられるようにこの高取城ですね、こちらの攻略戦に向けて戦っていきたいと思います。早速始めていきましょう。続きなさい。我が戦ご覧に入れよう。安全の手勢で攻められてる池田家ですね。ここは出陣をしてきっちりと大阪城を守り抜きましょう。兵力差はこちら側で出したので、まあここからどう戦うかという感じになりそうですね。かかれ。ちょっと下がって、徳永が後ろから攻められて、私に敵が旋回して勝永の方を向いたので、こちらが前に出て後ろから攻撃を仕掛けていきます。天下に示す我が道を開けよ。私逃げたければ逃げなさいって決めます。これが戦の作法よ。六門戦の旗、冥府で語り草にせよ。帰るのだ。私も。お前らに勝ち目はない。ここは無難に敵を支払うことができたんで、いいですね。後続の松平安重隊、武勇統率知略、まあそれぞれ高いですね。で味方はというと毛利勝永、まあ、勝永を当てておけば大丈夫かなという気もするけど、兵力差がちょっとありますね。倍半分の手上げが、雪村の隊も3000を切って2000ちょっとしかいないので、あんまり活発に動けないというのがあるので、ここは今のこの現有勢力で何度か持ちこたえてほしいな。出陣する。出陣する。表情を始めます。先月の収支です。今、林羅山で合ってるかな？5700。渡辺は2000か、ちょっと劣勢だな。せっかく取った城なんで、なんとか守りきりたいんですけど、ご命令を。先月の収支です。報告いたします。高取城を取れれば、ここの4つをね、4つの城を中心にだいぶ守りやすくなるんで、なんとか高取城を取れるように頑張りましょうか。と言いつつ、雪村は兵を5000ぐらいまでさっさとね回復させないと。表情を始めます。先月の収支です。もう奨励していないものは何もないはずなので、そうですね、さこの辺りから少しずつ。先月の収支です。攻略戦の足がかりをこなしていきましょう。
停止画面でお届けをしてしまいましたけど、さてそれで敵が南から北から攻め寄せてきている感じだな。5000か。これは大阪城まで兵を引かないと厳しいかもしれないですね。この滝田城はちょっと失う可能性が高そうな気がします。ちょっと今回はもう武将視点ではなくて普通に考えて決めちゃいましょう。今度は徳川宗家の方が高谷城に向かってきてるのが、で尾張徳川家が滝田城に来ていると。四面楚歌だな。まさに徳川との戦いが始まってる。これは本当に第三次大阪の陣が起きてもおかしくない。あっという間に2つの城を失った。ご命令、どうするかな。先月の終始です。報告いたします。いざ参ろう。この表情を始めます。先月の終始です。松平忠敏、まあそんなにめちゃくちゃ強いってわけじゃないんですが、兵力がまあ約6000で、今攻める目標になっているこちらの高取城を攻略するにはこの松平忠敏を抜いていかなきゃいけないんですけど、この松平忠敏を抜く力はないな。どうするかな。どうするか。出陣します。チャンスだ。出るぞ。表情を始めます。先月の終始です。で戻ってくるね。こちらが出陣するとご覧の通り松平忠敏6000が戻ってきますね。で高谷城に駐留する兵力4500もいるので、まあ合わせて10000。厳しいな。あなたのためになるのなら。よし、敵は混乱してる。これに乗じて一気に決めよう。私に続け。遊びは終わりだ。回復したな、混乱から。
六万戦の旗。いや、しょうもないですよ。焦がれることなく、肌年を蹴散らせたんで、これでちょっと流れが変わるかもしれない。結構敵は援軍が来るね、次々に。おっと。高屋城を取り返しましょう。本当に何回この高屋城を取った取られたをやってるのかっていうのはあるんですけど、この高屋城を取っておかないと他の攻略戦に移れないというのも、まあ、実情としてあるので。私がよ、皆さんお気をつけて。よし、オシナカンであったかな、読み方は。敵城も突破しました。あとはもうこのまま城攻めをすればいいだけですね。とはいえこの高通りじゃない、高屋城を取ってもすぐきっとまた取り返されるっていうね、まあ、悪循環があるんで、これをね変えていかないと多分ね、敵城門突破しました。徐々に徳川家が大きくなって、いずれ取り返すことができなくなるような情勢になっていくんじゃないかなと思うんですよね。赤備えよ。じゃあどうすればいいのかっていうところですよね。我が敵を打ち滅ぼせ。敵城門突破しました。まあ、とりあえずここではこの高屋城を取り返せるのは間違いないと思うんですけど、この先が思いやられる。滝田城よりも先にやっぱり高取城を取っておいた方がいいですよね、地理的な近さで考えると。ただ高取城は難しいかな。敵の防御隊とか守備兵が6000、石川忠宇かなで、これに対して毛利勝長が2000か、ちょっと勝ち目がないな。さらに大阪城に、ね、先月の収支です。いいな、お高7700。これ大阪城に向かうのか高屋城に向かうのか、どっちに向かうんだ。高屋城か。出陣する。高屋城は一瞬にして退陣に来たな。我が方の城奪われました。ご命令を先月の収支です。報告いたします。また高屋城の攻略戦ですねこれ。この高屋に駐留している部隊は7000か。表情を始めます。先月の終始です。消えたな。表情を始めます。先月の情勢としてはこんな感じですね。尾張徳川家総兵力11万で、徳川宗家が23万ですね。で、井伊家が1万6千。豊臣もね、ちょっとどっかと同盟結んだりできれば少しは打開策も見えてくるかなと思うんですけど、今だともう本当にね、ちょうど今だと本当に大阪城しかない状態だし。ご命令を先月の終始です。
またね、高屋城を攻略することはね、もしかしたらできるかもしれないんですけど、みんな遅れるな。高屋城をまた取っても取られ返されるだけなんですよね。ご命令を。先月の終始です。次はいよいよ高屋城を取ったら、高屋城を守りますか。出陣します。城主となって出陣する。さあ出撃していきましょう。進め、まあ、4000ってなるとそこそこの守備兵がいるので、こちらもそれなりに損害が出ると思った方がいいですね。私がやただ攻略戦をちゃんとやってきたので、城門はどこまで突破できるかというと、あ、最後まで突破できますね。縄文というよりも敵が城を修復してなかったっていうか正しいのかな。かかれ我らの意地見せるは今ぞ。赤備えよ、我が敵を打ち滅ぼせ。この攻め見切れまい。遊びは終わりだ。まあ、ここはもう力でいくでしょう。皆の力で勝利するのだ。こらえるのだ。我が戦お見せしましょう。ご命令を。先月の終始です。報告いたします。うん、城主へのあれがないな今回は。我が戦ご覧に入れよう。まあでもこれ城主になっても地獄だよな。先月の終始です。尾張徳川家総勢13000か。これはこの城では守りきれないな。さらに東道高倉も出てきてるのか。始めようか。表情を始めます。先月の終始です。かかれかかれ。取られ返されるね。もうこの取った取られたってのずっとやってるからな。表情を始めます。先月の終始です。先月の終始です。まあでもやれることといえばやっぱりここをね取り返していくっていうことしかできないからな。まあ、実直なまでに同じことを繰り返しますか。そしたら私がよ。始めようか。かかれ。引くぞ。退却せよ。ちょっとなかなか見えてこないんですよね。城を取ってもすぐ取り返されるってなっていると、どうすればいいのかな。やっぱり自分が城主になって何とか守り抜くっていうのが一番いいんだって。
そのためにはまずあれですよね、上司の打診が来るかどうか、まあ、それは多分何回かやってるうちに上司になるって勝つより様からなんか言われるんでしょうけど、その次ですよね、上司になって本当に城を守りきれるかと。これで決める。不甲斐ない。表情を始めます。先月の終始です。出陣する。いざ参ろう。出るとするか。今東道家と徳川、尾張徳川が戦に入ってますね。これはチャンスだぞ。私に続け。今あそこでいざこざが起きてるうちに城を何個かかっぱらいましょう。我らの攻め、あえて見せよ。赤備えよ、我が敵を打ち滅ぼせ。我が重工、捕らえた者は決して逃さぬ。表情を始めます。先月の終始です。高屋城攻略に変わってる攻撃目標が、これはひどいな。我が戦お見せしましょう。これは東道家が滅びる。ご命令を。先月の終始です。そうなるともどっかとどっかが争っててその隙を突くみたいな戦い方すら許されなくなるな。表情を始めます。先月の終始です。報告いたします。越後松平、徳川系でもうほぼ埋まってるな。これ水戸徳川家でしょ。厳しいですね。さてどうしたものか。表情を始めます。先月の終始です。はずなんですよね。表情を始めます。先月の終始です。ご命令を。先月の終始です。表情を始めます。先月の終始です。大大名家はさらに力をつけてきてる中、ご命令を。先月の終始です。報告いたします。これがやっぱ大阪の陣で敗北した場合のシナリオになっちゃうんですよね。なんとか表情を始めます。先月の終始です。我が戦お見せしましょう。我が策、戦場を制す。まずは出陣していきましょう。必ずや勝つ。
ミラは6000で出陣していきます。それは敵が混乱してるな。ほらが引きにはよの。私に続け。混乱が止まらないね。大野春久はやっと止まらないのかな。ただその頃には勝永7000が後ろから迫ってきてる。私に続け。語り草にせよ。ここは兵力あまり少なわずに勝利することができたので次の戦いにこの攻め生きれまい望みが引け。落としましょう、この高屋城。進め。きっちりと城門が治ってますね。私がよ。始めようか。これだけきっちり縄文が治っちゃってるとね、まあ戦いづらいですね。縄文を破壊しました。縄文を破壊しました。始めろ。まあ、でもまだ兵力は倍ぐらいの差があるので、このまま力攻めでなんとかなれば、この高屋城は落とせそうだ。敵城門突破しました。馬鹿じゃないよ。我が敵を打ち滅ぼせ。かかれ。で、この高屋城を落とした後ですよね。かかれ。受けてみろ。教えてやろう。我が敵城門突破しました。これが戦の作法よ。我らが戦とくとご覧あれ。これで決まりだ。六門さんの名筆語り草にせよ。行くぞ。お前らに勝ち目はない。よし、高屋城落とした。次だな。次の一手、今度こそ次の一手。まず城主になります。今回は敵が多分すぐに攻めてくると思うので、ちょっとでもいいので修復したいけど無理か。今は何もできない。何もできないな。で、攻めてくれていいわ。7300。
た回戦をして、とりあえず退けましょう敵を。行くぞ。まあ本丸までは素通りされますよね。私に続く。我らが戦、とくとご覧あれ。これが戦の作法よ。我が道を開けよ。回り込めれば。かかってきな。私がよ。本丸まで引き入れて7000撃破した。敵が我が領内に向かっております。8000、浅野が3000。我が領内に敵が迫っております。ご命令を先月の終始です。報告いたします。ちょっとでもいい、ちょっとでもいいから修復させてくれ。人材が欲しい。そしてさらに池田に来ます。5700。めちゃくちゃ人の吹き出しがあるな。それにしても人材が欲しい。今少しでも人材が欲しい。縄文も強くしていかないといけないし、真田の戦お見せしよう。助け立ちいたす。敵がどっから攻めてくるか。かかれ。ここで敵を迎え撃ちましょう。城門が破壊されました。またこの得意のパターンでいくぞ。私に続け。本丸の中で迎え撃つ。私がよ。父、全てを込める。
滅ぼせ。女に負けて悔しくないのか。退却せよ。私に続け。よし、なんとか守りきった。さらに3300か。敵が迫っております。さらに3500。敵が我が領内に向かっております。さらに5500。我が領内に敵が迫っております。これはキリがないな、本当に。ご命令ください。先月の収支です。報告いたします。本当にもうキリがない状態が続いてますが、なんとかね、まず敵の第一陣は退けましたので、この続きを次回またやっていきたいと思います。なんとかね、この高屋城を守って守りきって、少しでも領土を拡大しておきたいかなというふうに思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただいた方、本当にありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。